回室井さんが選挙に関わってみようと思ったのは、普通だったら結婚された方が選挙に出ますっていう時に2つ選べると思うんですよ、うん、すごい積極的に関わるか、うん、全く関わらない、うん、自分の生活とか自分の考え方を維持するか、まあ違うところも出てきちゃうじゃないですか、うん、それをあえて今回はこっちまで来て手伝うって決めた理由って何なんですか。ワイドショーがクビになったからじゃないですかね。出馬会見したら、うん、こっちで、うんうん、そしたらそれ見たっていう人から慌てて電話かかって、前日にもう明日来なくていいって言われたんで、だから暇になったからじゃないですかね。だからそのワイドショーそれはもうクビになるっていうのはもう要は政治にかかっちゃいけないみたいなこと言われた。いや公平性を欠くからっていうふうに言われました、うんうん、でも私はちょっとそれえっと思って、そのもう室井ゆづきとしてもう20年以上もう意見を言ったり書いたりする仕事をしてるんで、私は私変わんないですよ。で別にあの米山のことは大好きだし、うん、あのそれは応援したいと思うけど、別に妻だから応援してるわけじゃなくて、本当に野党共闘を応援してるんで、うん、だったらちょっとでも、うん、あのなんていうんですか、私だと役に立ちたいっていうふうに思ったわけで、うん、1個でも取りたいじゃないですか向こうから、うん、葛藤とか一回もなかったんですか。ありましたよ。だって最初はなんか、メディアがコロナで下手ってきた時期で、うん、その地方の公演とかが軒並みなくなってきて、でレギュラー番組だったところもそうなくなったりしたわけじゃないですか、うん、なので医者だし弁護士だし百歩と思ってた部分はあったんですよ、プロポーズされて。でもこんなに大変なことになるとは思ってなかったしでも私彼のやりたいことと私のやりたいことが一致してるのもちょっと事実で、そのワイドショーがあったからできないことって あったんですね。例えばあのデモに出かけたのがバレて国会前の怒られたりとかでもそういうのも気にしなくていいわけじゃないですか。あとは息子が大学に入ったのが大きいですね。要は大人になってみたいな、はいはい、私シングルマザーで育ててきたので、で私親が年老いた時の一人娘なんで、うん、親とか子供のこと考えるとやっぱり今までって言いたいこと言ってるようで、その仕事のことを考えると寸止めにした部分もいっぱいあるので、だけどもう それが抑えがあのなくなった、うん、だと思います。その室井さんの言ってるその寸止めみたいなバランス感覚って、うん、長年どんな目で紙でもテレビでもかかってるとちょっとずつみんな持ってるもんじゃないですか、うん、それを、突破してみたいっていうのはその前からあったんですか、それとも前からあったし、うん、意外と私はそこがうまくできない人間だったんですねその例えば原発事故直後って、うん、毎日のようにこの言葉は使っちゃいけないっていう言葉がどんどん出てきたんですけど、やっぱりこっち生であの出てるわけですから、であの時レベル3からレベル7に上がったんですよ。だけどそんなのメディアの人間レベル7まで上がるって全員が知ってたじゃないですか報じる前からだからそれって私はなんかその危機意識を煽るなって、パニックを煽るなっていうことをメディア側の人間から言われて、だから情報っていうのをここまで知っててもここまでしか言っちゃいけないっていうのがあるって言われてたんですけど、なんとな私はそれは納得いかなくて、自分でできる範囲で一生懸命その言葉を出しちゃダメだったら表情で伝えようとかあのじゃあその言葉を使わずに何とか言ってみようとかして、それでもうめちゃめちゃ怖い目にも遭いました。怖い目ってのはどんな、あの原子力村の団体の OB から今の人たちからもう
全員その巻き紙みたいなのに名前書いて、うん、それでハンコがついてる、ガッあんなその無知な女をテレビに出すなって、それでもうその番組もなくなったし、もちろん私もうそれでコメンテーターとして出てて、すごいそういうことがあったし、あとはその司会の人も辞めました。案外強烈に具体的にトラブルが起きるんですね。起きますよ。で結構だからもうどうしようかなと思って、で私週刊誌連載って今もそうなんですけどかなり多く持ってるんで、週刊誌って本当に数日もうゲラ考慮の段階だと4日とか5日間でできるじゃないですか。だからギリギリまであの頑張りました。その言葉を直されてももう1回ゲラの段階で、そうです、すごいな、うん、あとはもう本当にそんなの全然そのお金も出ないんですけど、なんていうの、風評被害で福島の人をいじめるなってトンチンカンなことを言って国からお金もらってた人いますよね、うん、私が言ったのは、うん、その違うんですよ、うん、あの全然福島 の, その生産者の人と消費者を喧嘩させるようなことをすんなっていうことを、だからきちんと保証も出すべきだし、うん、きちんと検査もするべきだっていうのを最初から言ってただけなんですけど、うん、その風評被害を増長させてるってその人のいっぱい週刊誌で出た時に私の名指しで書かれて、あの週刊誌からあのその意見でそういうふうにこう載ってるんですけど、それに対する意見はって言われても私は信用できないんで、どういうふうに使われるか、うん、なんでもうそこから原稿書いて送って私のも全部載せろって、でないと私の発言を使うのは嫌だって、全部載せろって、うん、そういうお金にもならないこと一生懸命やったし、そういう戦いって、うん、僕みたいな年の人間でも昔のサッカーはすごかったんだよみたいに聞くけど、現役でやってる人ってむのすごい珍しい、だからバカみたい一言すごいな、バカみたいってなんでだろう、なんかだから子供のことだけがすごい怖かったですけど、私なんてもは別にすごい全然すごいその偉くなりたいとか一切ないんで、どっちかというとその子供を抱えながら親もいて、その私学校とかでもすごい落ちこぼれだったんですね。でそういうのを支えてくれてるこの世界、メディアの世界とか、そういう買って本を読んでくれる人とかがいるからなわけじゃないですか。だから正直でありたいって思っちゃったんですよね。その原発事故直後ですごい先輩のすごいそのうまいうまい先輩とかってみんな宗教の方に逃げたりとか、そういう書き方をするわけですよ。でも私はそれだけは嫌だと思ったんで、すごい愚かって言われても、でもほら、まあ、僕の周りなんかもそうですし、僕も何度も折れそうになったっていうか、うんうん、あのやり始めてみるとあまりにも面倒くさくてあまりにも辛いんで、うん、まあやっぱまあ別に嘘つくわけじゃないし黙っとこうかみたいな部分ってのは葛藤としてはなかったんです。迷いというか、あのそれはあんまりなかったですね。なんでかっていうとずっとホステスをやってたので、あのなんていうんですか、自分にとって不利な情報を言わないっていうのはもう嘘つくのと一緒なことだっていうのをよく知ってるから。あ、うん、そうなんだ。そうです。だから求められてない情報って全部正直に話すけど絶対内緒にしとく、来たいのはわざ話さない、その代わり他の無駄な情報を話すっていうのはそれはすごいやっぱりそういうプロのテクニック、はい、なのでそれは嘘であるって分かってたからだと思います。私はあの別にそれをあの、うん、ホステスさんが悪いとかって言ってんじゃなくて職種を変えたわけであるから、うん、そういうテクニックで今食ってるんじゃないのに、なんでそれと同じことをやんなきゃいけないんだってことですか。はい、まあ、僕らメディアの裏方なんかも全く同じなんですね、うん、本当のことを言わない、うん、
嘘は言わないけど、まあ、限られた情報しか言わないことで身を守るみたいなのをやるわけじゃないですか、うん、今でもいやそうできないところありますよ。この言葉は使っちゃいけないとか、うん、これは書いちゃいけないっていうのもありますよ。でもどうにかしてっていうのは頑張る、うん、何でか聞くし、うん、それが納得できることであるか、うん、納得できないことからも含めて、うん、それは作家のゆずきという人の作家っていうのがよく分かんないんですけど、うん、もう長くなっちゃったからもう私の一部ではあるのかなと思ってるんですけど、うん、とにかくホステスを上がったのが大きいんで、うん、もうなんていうのかな、こびたりするのはやめようって、うん、またホステスに戻ったら多分そのテクを全部使うと思うんですけどなんかすごい不器用なんですよ、うん、だから、うんうん、なんかでもほら不器用には見られないじゃないですか、室井さんっていうと何でももう知ってて、うん、いろんな情報も入ってきて、うん、なんか狙ってコメントしてるみたいなイメージが視聴者全然いっぱいいっぱいですよ。だってテレビ番組だって一つの番組で1対5ぐらいですよ、うん、私対5人ぐらいですよ。で向こう相手方のその、うん、政権与党を応援してる側って何気に専門家とかいるんですよ。で私が台本今日やる番組でやることってもらえるのって当日のメイク室ですよ。そうですよね、だってその5人は作る段階から関わってるからこういうことやるってすごいやってくるわけですよ、うん、だからもういじめですよね。いっぱいいっぱいいじめとは思わなかったけど、うん、こっちもやるだけやってやろうと思ってたからなんか案外それが嫌いじゃなかったのかもしれないですね。なんかこの間友達と話してて分かったんですけど、私の意識の中って美味しいものを食べたいっていうのと、うん、あとはその勝ちたいっていうのとモテたいっていうのと3つしかないっていうのがよく分かったずっと変わらず何年間もそれだけでできてんなと思って。そういう室井さんが見てこの地方の、うん、しかも小選挙区、うん、で今政党もないわけじゃないですか、はい、まあ応援はあるとしても、うん、公認して所属してるわけではない状態での選挙を見て、うん、まあ、素朴に、うん、なんかどんな感想を持ってます今って。私は最初その選挙についてもずっと書いてきたんですね、うん、それは国政の選挙に大きいのがあったりとか、うん、地方でも大きい県知事選とかそういうのがあったらその都度書いてきてたんですけど、それはメディア表みたいな感じでもう結果が出てそれを受けてどう思ったかっていうのを書いてきたわけで、なんかそれは悪かったと思いました。こんなに大変だって知らないからもう言いたいこと言って。やっぱ大変ですか見てて。大変ですね。こんなにたくさんの人に支えられてるっていうのは全然知らなかったから、うん、しかも名もなき人がどんどん集まってくるじゃないですか。そうです、不思議なんですよねこれ、うん、面白いですよ、うんうん、みんななんか利害関係が、まあ、ある人もいるのかもしれないですけどほとんどない人も、うん、すごい。あとなんかすごい自信たっぷりにこうすれば勝つっていう人もいっぱいいるしわかる謎の人物がたくさん現れますよ選挙ってね、うんうん、右とか左とか関係なくどこにも現れると思うんですけど、うん、そういうのを見てて今のところはまだ楽しめてる感じですか。うん、一個その私が今まで米山と関わるまでっていうのは自分の仕事でその、うん、政治についてとかもう社会全般について書いてきてたんですけど、うん、それって原稿を書かなきゃいけないから書いてると思ったんですけど、うんうん、そういう話は嫌いじゃなかったんだと思ってみんななんかすごいその、うん、ダイレクトに政治の話とか、うん、もう朝から晩までするわけじゃないですか、うん、なんか嫌じゃないですね。で結構私はオタクのようにそういう話とかするのが好きなんだみたいな。そういうのが好きな女性が
特に女性ですよ、うん、あのなんかほら女性って政治のこと興味ないんじゃないかと思われてる節があるじゃないですか、うんうん、男社会で今までのおじさんたち喜びませんガンガンおじさんたちっていうか多分ね、うん、ちょっと上の、はい、私より年齢が上のお姉さま方が一番喜びくる。あ、そうなんですか。お姉さま方喜んでますか。私のね、だって講演会どこ行ってもですよ、うん、もうすごいその宗教かって、そういう宗教かっていうぐらい女の人ばっかりなんですよね。なんか長渕剛のライブの逆バージョンみたいな。そう、そうです、そうです。で、結構だけど私は女の人が政治の話をするっていうのは、うん、あの向いてると思うし、うん、あのそれはいいことだと思う。男の人だと権力闘争とか、うん、そっちの話に行きがちだけど、女の人ってやっぱり政治ってその生活に直結してなきゃいけないものだから、だから私は女の人があのいっぱい政治について語るっていうのはいいことだと思うし、あのそうですね、今回はあの米山をこっちでは応援してもらいたいんですけど、あの都議選とか大人数が出たりする選挙で、全然選挙のこととか分かんない女友達から電話かかってきて、あのお前が選挙イケイケ言うから来てみたんだけど誰に入れればいいのって言われたら、とりあえず野党に入れてくれって言うんだけど、野党もいっぱい出たりするでしょ。そうすると女の人に入れろっていう、昔からそう言って、結構昔から、うん、やっぱり女の人増えた方がいいですよね、僕もそう思ってる、うんうん、って思うけどな、うんうん、疲れたとかないですか。もう何ヶ月ですか。もうだってもう一回倒れましたよ。あ、そうなんですか。でも私本当にすごい体が弱いから。あ、そうなんですか。うん、そうです。だからそんなにフル活動では出てないんです。一回一日一回その集会に顔立つとか街頭演説にちょっと立つとか、でも公示されたらちょっとできるだけやってみようかなみたいな。怖っ、怖っ。え？え、怖っ。倒れないでくださいね。うん、だけど結構その、 あの事務所のおじいたちがすごい配慮してくれて、うん、後続かぴったり張り付かせるから、うん、具合悪くなったらすぐ言ってくれとか、うんうん、でもなんかね、手振ったりとかしてたらね、五十肩治ってきた。あ、元気になってきた。うん、でヨネちゃんがもう私の負担にならないように、あの東京の事務所でずっと付き人から何十年もついててくれた、今元マネージャーだった人、こっちの事務所で雇ってくれたりとか。本当、うん、優しいからトゥールスリーパーを買ってくれたりとか。もう一回東京でもね、うん、まあとにかく国会に来た時にでも、うん、まあ、一緒に来られるんでしょうから、うん、その前後とかもお話を聞きたいというか。でもね、私ね、ほぼこっちに入ってると思う。私ね、うん、今選挙がどうしてこんなに野党陣営が大変だったか、うん、よく分かった。何ですか。それは選挙じゃない時、うん、手を抜いてるからです。ずっと言ってるじゃないですか。だけど、うん、もっとすごい活動っていうのを地道にやってった方がいいと思います、うん、あのだからもし協力できるなら、うん、やっぱりこっちはこっちで、その今の野党共闘ので付き合いもできたので、うん、私ができることだったらお付き合いしていこうかなと思ってます。飯食ったりするだけでも違いますからね、人付き合いって、うん、だってその辺は天才じゃないですか、うん、人付き合いというかさ、そうかな、うん、天才だと思うんですよ僕。嘘、うん、だってそうじゃなきゃ、その前前職のホステス時代も、うん、その後のコメンテーターとか作家も成り立たないじゃないですか。作家はね、まあ、まだ成り立つかもしれないけど。いや、成り立ってないんですよ。どっかにやっぱりほころびが出るから、私もうずっと物書きになってから睡眠障害で睡眠薬飲まないと眠れないんです。それはほころびっていうのは自分にとってのほころび。そうですよ、多分やっちゃうんですよ。そのなんていうの、やっちゃうんですね。サービス精神が旺盛で、うん、ただから体は疲れ、心も疲れてるんだと思います。ただ使っちゃいけない筋肉使ってるみたいな、うん、ただできるかできないかっていうと、できるだと思います。ただそれを
案外なんか米山は分からない人なんだけど、うん、私がいちいち言うから、うんうん、でもはっきり言ってますよね。はっきり言ってる、はっきり言う。米山さんにしてほしいことはこれをしてほしいってはっきり言ってますよね。はっきり言ってもまだ収まらない時は、うん、あのあれです、あのネットショッピングの欲しいものを貼り付けて送って、それを見たらサイズまで書いてたりとかするんで、色の指定まで書いてるんで、それはどういうかなと思うんですけど、面倒くさい状況に入った私と1時間とか話すよりは買った方が楽だっていうことを分かってる賢い男だと思います。でもなんか私たちすごいもうデコボコの、米山もすごいそのデコボコした人間で、私もデコボコした人間で、それが全然全くデコとボコのところが違うから、何気にうん抱くんだら強くなれるんじゃないかなと思う。私なんか全然学がないから、そんなに知識って多くないし、向こうはムツムツ勉強してきて人付き合いがそんなに得意じゃないから。